あのキングオブコント、えー、昨日放送されて、ジジャルジャささんが、えー、優勝されたってことといううこででおめでとうございますあの僕はやっぱり、まあ、お笑いについては大変あの関心が高くて、で、まあ、できればいろいろ見たいなと思ったんですけど、なかなか見る時間もないんで、やっぱりでもこういうキングオブコントとか、M−1 グランプリで優勝するものっていうのは、やっぱりその時々の最高水準のものだろうと思うんで、みんな楽しみにしてるんですよ。 であのー、今回のジャージャーさんのあのー、なんですかやじ,や, <coughs> やじのねワクチンのやつとあとあれですかあのー、まあなんかちょっと盗みに入ってそれでなんかタンバリンが出てくるやつとても2つも面白くてやっぱ音,音っていうかそのね歌う歌うとかタンバリンの音とかその音をとても印象的に使ったあのー、コントだなと思ってまあ ドリフターズもそうですよねコミだからそのコミックバンド的っていうかその音によるコ,ミコントの構成っていうのはさすがだなと思ってまあいろいろすごいなと思ったんですけど、まあ、ただ僕はあの脳科学なんで、えっと、脳科学認知科学、まあ、それで最近の人工知能っていう視点からジャルジャルさんのですね今回の優勝に至った2つのコントを見るとやっぱり文脈っていう話がすごく面白くてだからあの やじのやつもにゃじなのか素の言葉なのかっていうその文脈の切り替えのが曖昧だってことの面白さですよね。これってまさにその人工知能でそれがなかなかなんていうかうん判定しきれないってだからもちろんあのコントの中で意図的にその混同するように言ってたわけなんですけどでそこの面白さって、ね、やっぱりあの見てる側もこれどっちなんだろう「素」なんだろうかそれともう。 設定のののやじなのかなななかかっってていうのが分かんなくなるっていうこれ人工知能もまさにそれがそのうんとタンバリンのやつもまあ音を立てちゃいけないって言って音を立てちゃいけないっていうことがあるのに音を立ててしまってるのに対してまた笛でかぶせるっていうだからそれであのだからなんか文脈だから静かにしなくちゃいけないっていう文脈があるんだけどその文脈を。 外してしてまううとど一うう人が文脈をなんていうかちゃんと維持していてもう一人があのなんていうかそれを壊そうとするってこれはまさにボケとツッコミの関係でボケっていうのはだからやっぱ非常識っていうか、あのーね、常識を外れてしまうっていうね、えー、とツッコミはだからそれをぶ、えー、と常識の方に引き,出そうとする引き戻そうとするっていうその構造がやっぱり。 見ようとて,て、だからあのチ、ー、ャイチャイの今回の優勝コントって人工知能的にもすごい面白い人工知能次第にふさわしいコントだったなと思って本当に、えー、おめでとうございました <laughs> 楽しませていただきました。